かなか進まないことがあるときは、事件や戦争や災害が起きます。例えば、他人は、今住んでるとこは、海抜200メートルですけど、現代縄文海水があれば、300メートルまで上がります。水が来ます。海抜がね、300減るわけですから。300上がってくるから、水がね。で、うちの今回生まれ故郷の門真はもう海の底。大阪市も堺市も海の底。神戸市も山手以外は海の底。で、昔なんで、生駒山麓に日本最高の文明があったかっていうのが、そこが海岸だったからなんですよね。で、実際、初めに日本先住民の遠州新国家の首都は来るんですけど、元町の丘の上に、私は成長がないといけないわけですよ。でも今その段階ではない。なぜなら、わけのわからん話でしょうか。天皇家はこれを引き継いだんですよ。縄文海進。縄文海進来たら、なんやって。こんなんなるやつ来るんじゃなかったって、天皇家は。大陸帰っちゃうの。全然美味しいの、こんなに。結局天皇になって乗っておったのに、大変なのって去るの、天皇家は。そういうことが起きないと、この人も私の国に戻らないでしょ。私の直轄領に戻らないでしょ。全中心のね、たまわだけどね、日本列島大臣の大臣は、地球を守るための技術を施す場所だから、他の、いざ、技術しに来たらあかん場所なの。